どうも、菅原大地です。ということで、今週はジャパンゴルフツアークオリファイングトーナメントファースト QT 出場しております。ということで、車の中から結果報告毎日させていただきたいと思います。9月3日、本日火曜日でございます。栃木県にあります杉の里カントリークラブで、開催しておりますファースト QT。ファースト QT いろんな会場でやってるんですけども、そのうちの一箇所で出場しております。ということで、去年に引き続き同じゴルフ場で、出場しております。去年は、グダグダの中、初日は81、2くらいから始まりね、グダグダの順位でしたということなんですけども、今日一日、どうだったかというさらっと結果報告していきたいと思います。インコースからですね出ていきまして、数字はこんな感じ。パーパーバーディーとスタートして、3パットしてボギー打って、その後もボギー打って、前半は、37ワンオーバー15パットで、後半はパー、その後バーディーとスタートしてパー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 、8番9番ボギーボギーで、同じく前半と同じ1オーバー、トータル2オーバーの74ということでございました。というところで、初日からですねスイングがもうぶっ壊れましたね。緊張感なくスタートしてるつもりなんですけど、なんかやっぱり72ホールっていう、こう大事にいかなきゃ、そして予選通過にはやっぱりイーブンそれ以下を目指さなきゃっていう中で、なんか歯車がこうずれ始めると、今までここ最近スイングなんか意識したことないんですけど、そのショットしててね、スイング特に悩みとかなかったんですけど、全然なんかもうなんか体が思うように動かなくなっていくみたいな感じで、なんでしょうね、やっぱり QT 試合って本当にこう謎の、普段の中でもなんかうまく当たらずに曲がったりとかってあるんですけど、それとなんかまた全然違う状況になるのが、こう試合 QT って恐ろしいとこだなっていう。同伴競技者の人もね、こう皆さんなんか本当に大変そうでしたね。なんか一回曲がり始めると本当にもうどうしようもなくなるみたいな感じで、まあそもそも崩壊する以前にそんな大したスイングでもないんですけど、崩壊する前からもうしてるようなもんなんですけど、アイアンがチーピンしか出なくなるみたいな。残り120ヤードピッチングとかアプローチ持ってももう左3、40ヤード飛ぶ、それか右20ヤードまっすぐかみたいな感じで、1日通して1回も思ったようなスイングショットっていうのは出なかったですね。なのでそういった意味では、この今日2オーバーっていうのは、精神的には85くらいなんですけど、アプローチパターでしのぎまくるっていう、ただ初日のもう残り2ホールで力尽きるっていう感じで、簡単に解説すると、この前半こっちかインコースから出てって、パーパーバーディーって、このバーディーロングパット入ったんですよね。で次の13番めちゃくちゃ難しいパー5なんですけど、このパー5がグリーンオンにしたにもかかわらず3パットするっていう、これね今週72ホール3パットしないが目標だったんですけど、そっから14番パー取って15番はなんだパー3か、まあ、ここをちょっと短いパット外してボギーで、まあ、そこから、アプローチワンパット、アプローチワンパットとしのぎしのぎ、前半最終ホールパー5でここね 1.5 メートルぐらいバーディーチャンスだったんですけど、ちょっと狙った通り打ったんですが切れて入らずっていう。で後半出だしパーバーディーっていう感じで、まあ、これもなんていうんですか、思った通りには打ってなくてたまたま寄ったみたいな。でそこから、すげえぶちまげてもパーを取ってたんですけど、最後8番ミドルホール難しいとこね、ティーショットチーピンして、アプローチ寄らず、こうセカンドショット4番アイアンで打って、木がここ真後ろにあったんで、もう打った瞬間手離して木にバゴーンって当たるみたいな、ちょっとアクシデント系だったんですけど、なんとかまあボギーで上がれてよかったなっていう。でこのね問題はやっぱり今日唯一このいかんっていう、勝つっていうのはこの9番最終ホールですね。これ530ヤードくらいのパー5なんですけども、ティーショット唯一今日ドライバー完璧で打てたみたいな、真ん中にティーショット飛んでて、でフェアウェイ真ん中飛ぶとフェアウェイ真ん中に大きい木があるんで2オン狙える距離なんですけど、残り200、230ヤードくらいでめちゃくちゃ邪魔で、ちょっと木の左からスライスかけようと思ったらダフって木に当たり、まあそれはまあ良しとして、残り100ヤードからアプローチ持ってももうわけわかんない体の動きして、残り100ヤードからも最後乗らないっていう。で花道から残り20ヤードくらいめちゃくちゃショートして、ワンピンちょっとくらいの
パーパットを、まあ、ちょっと舐めて外すみたいな、あのティーショットフェアウェイ真ん中からボギー打ちますかみたいな、残り100ヤードから乗らずボギー打ちますかみたいな、まあ、最後は本当に力尽きたボギーということで、まあ、なんとかワンオーバーでね、まあ、8番ホールのティーイングエリアまではイーブンできたので、なんとかイーブンで回りたいというところがありましたが、まあ2オーバーということで、まああと54ホールありますから減らしたいところなんですけど、あのショット的には全く減らせそうな雰囲気がないので、まあよく今日は2オーバーで結果的には耐えたなというところです。最後のボギーはちょっと本当にもったいないっていうかね、バーディーもあってイーブンに戻したいっていうところもあったんですけど、練習して調整して、なんとかショットが思い通りいけば、ティーショットはねそれほど悪くはないんですけど、あのひよったところ何箇所かありますが、まあ、林に入れてあの出すだけでパー取ったりっていう、こうナイスリカバリーもこう今日は多くて、アプローチでよく拾ったなっていう。パット数は後半が14パットだからまあ29パットですから、まあ割とパターで拾ったなっていうところであります。もったいないなっていうパターはもう1個2個くらいの感じだったんで、もうショット、セカンドショットがもう壊滅してるんで、まあ明日ね、それがどうなるのかっていうことなんですけど、まあグリーンが柔らかいので、ラフから打っても止まるんで、その辺のこう難しさはないんですが、ショートアイアンだとちょっと戻りすぎるっていう感じで、今日のね、ピンポジションの紙、これスタート前にこんな感じでもらうんですけど、だいたい振ってありますね。エッジから、横から5ヤード、10ヤード以内みたいな、感じが多くて、ほとんどのホール、横が10ヤード以内みたいな感じ、手前から13、横から右から5とか、なんかそういう割とこう振ってあるなという、去年よりもちょっと振ってあるなという1日目のピンポジションでしたということで、明日以降、まあ、天気予報はちょっとまだ見てないですけど、昨日の感じだとそんなに荒れなさそうな感じの予報だったので、このまま明日以降晴れるんじゃないかなというところで、やっぱりスコアは、予選カットイーブンくらいになるのかなというところですので、一応そこを目指して頑張りたいと思います。もうちょっとバーディーが取れたらなという、パー5取れてないですからね、まあ、ちょっとそこら辺が、明日に向けての課題というところなんですけど、とにかくアイアンショットをどうにかしたいっていう、チーピン祭りがアイアン始まっちゃってるんで、ちょっとこのチーピンキャンペーンをなんとか終わらせて、明日も頑張りたいと思います。これからちょっと練習して帰りますので、2日目また報告します。ちょっと順位はね、わからないです。まだ上がったばっかりなんで、わかればテレアップで表示するかコメント欄に書きたいと思います。ネットでは夜になったら出てると思うので、明日は7時44分スタートです。頑張ってきます。ありがとうございます。